To You という、タイトルで、約7年ぶりに発売させてもらうんですけど、まず2つ入ってるってことで、名前は僕が考えさせてもらったんですけど、2つ入ってるってとこから To と You、まあ、あなたへっていうことで、で You は実は上原の You だったり、 To You の T は拓也の T だったり、まあ、あとは6月ということで To You、梅雨ちょっとすごいくだらないいろんなね、そういうジョークとかも入ってたり、実はもう気づいてる方ちょっともうほぼいないと思うんですけど、そういった思いもあるというところで、まあ2つ全然違うものになってまして、内容は、1つは過去に、ニューヨークへ、行って、いろいろ、なんていうんですか、写真を過去の自分 そのカレンダーだったりの作品の中から、まあ、アザーカットだったり全然使ってないものを、集めさせていただいて一つの、フォトブックにしたというものと、もう一つは完全、撮り下ろして日本で、撮影させていただいて最近撮ったものになっていて、とても見応えのある内容に仕上がったんじゃないかなと思っています。まあ、恋愛感もそうですし、結構本当に今まで自分のなんていうんですかね、この仕事をさせてからの生い立ちっていうものを細かく話してもいますし、本当に、なんかこのためにこだわって喋ってこなかったような、あんま触れてこなかったようななんていうか内容だったり、その、まあ、人物だったり自分じゃない人の少しこう名前を借りて話させてもらったりしてる部分もありますし、なんかそういったものは本当にもうなんていうんだろう、今後ないじゃないですけど、ここで一つ大きなものを自分にとっても読み応えあるものじゃないですけど、しっかりこうさなんていうの残せたなっていう印象がすごくあります。はい、7年前の写真集はもう本当に20代前半でして、なんか心もまだなんていうんだろうな、大人っていうものに憧れてたんだなっていう恥ずかしさも写真から感じる時があります。20代はやっぱりまあがむしゃらに結構目の前にあることに食らいついてひたすら走ってきた印象なんですけど、やっぱこう30代に突入するにあたってしっかり自分に関わってくださる人、それこそ応援してくださる方は、まあ、当然なんですけど、その本当にいつも力強いしてくださるスタッフの方や、まあ、それこそ家族だったり、もっとこうさらに恩であったり感謝の気持ちを示しながら前進していけたらいいなっていうふうに思っています。20代は割とこう人間離れした役っていうのが多かったんですよ。やっぱりすごくそういう人間味あると言いますか、すごくこうもっと身近に感じてもらえる役と言いますか、共感しやすい役とかもやっていきたいなっていうふうには思います。いやもう本当にまさに自分が子供の時にもう本当にど真ん中のっていう、もう一番人気だったと言っても過言ではないやっぱ作品なので、すごいプレッシャーはあるんですけど、しっかり期待に応えていけるように心身ともに鍛えて頑張っていきたいと思います。はい、でも本当にいつも本当に応援してくださるから、こういった作品も本当に改めて出せるんだなと、それはやっぱ簡単なことではないっていうふうには常に思ってますし、今後もしっかりこう向き合ってじゃないですけど、本当に喜んでもらえるようにそれを大前提に頑張っていきたいなって心から思ってますので、今後とも応援していただけたらと思います。2冊目となる、写真集、フォトブック、To You、ぜひたくさんの方に見ていただけたらと
思います。耳も見てね、よろしくお願いします。